一番下のカードをですね、シャッフルして一番上に移動させるということをやりたいと思います。今ですね、一番下にはハートのエースがあります。このハートのエースをシャッフルし、カードをシャッフルして一番上に移動させます。まず下から3分の2ぐらいを取ります。そして上に乗せ、やはり3分の2ぐらいを取ってまた上に乗せると、これを、このヒンズーシャッフルを最後の1枚になるまで繰り返すわけです。こうやっていきまして、最後の1枚、これがハートネスですね。ハートネス、最後の1枚になりましたらこれを置くと、そうすると一番下にあったハートネスが一番上に移動したということになるわけです。もう一度やってみます。一番下にハートのエースがあります。そして下から3分の2ぐらい取って上に移動させます。さらに3分の2ぐらい取って上に移動させます。これを何回か繰り返して、このヒンズーシャッフルを何回か繰り返して最後の1枚になるまで繰り返すわけです。最後の1枚がこのハートのエースですね。これをこの上に乗せれば、これで一番下にあったハートのエースが一番上に移動したということになるわけです。